ゆうだゆうひえがうんせら大体のモデル左右飲んどけばいいと思ってるヤマトかまとです。今日は何今日は絶対ということで本日はせいらとのコラボ撮影になってます。お願いします。まあ本日の企画説明に入る前にですね、嬉しい報告があります。おら、何すか。なんとこの度コムドットのメンバーシップ登録者3万5000人突破しました。おら1000人ぐらい増えた。マジか、すごくない。今月だけで3000人ぐらい増えた。やば、まあ喜ばしいですね。喜ばしいことです、どうですかメンバーシップは見たりしますか。見たりします。なんか面白かったやつ特に記憶に残ってます。記憶に残ってるのは最近のあっちゃんの全部こう同時にみたいなやるみたいなやつ。ああ、あれが本当によく分かんなくて記憶に残ってます。あれか。あれを最近編集中にもやりすぎて龍馬とかゆうたに突っ込まれる。あのまあアムギリがテレビ収録でカットされたトークみたいなのかしてる場所が。供養するみたいな。そうそうそう。あ、じゃあ見てんの。見た見た見た。え、結構面白いでしょ。結構おもろい。あとあれを見てよ、あのおごりおごられ論争に集結をみたいな。あ裏話みたいな、その一本のメインの企画にならないけどみたいなやつがめっちゃ見えるからメンバーシップ面白い。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと前の動画でメンバーシップ限定で BB5 の5周年記念グッズを発売するっていうふうに言ってたんですけれども、はい、ちょっとあの最終調整でこう届いた商品にちょっと不備があって、いやもうちょっとこだわって作りたいなっていうのがありまして、その5周年のメンバーシップ限定販売はちょっと延期させていただきたいと思います。楽しみにしてくれた方にはちょっと申し訳ないんですけれども、よりいいクオリティのものを届けたいということで、ただやっぱ BB5 買いたくて入ってくれてる人もいると思うので、今月はグッズ販売の第3弾を行う予定でして、はい、その先行販売はメンバーシップで行いたいと思います。なるほど。ちょっと待っててくださいってことね。そうそうそう、今回発売する BB5 のグッズなんですけれども、ヘアバンドとクッションです。どうお、クッションまだ出てなかったの。まだ出てない。あらら。それは本当はもうちょっと前に発売する予定だったんだけど、ちょっと5周年盛り上がりすぎちゃってて、さすがにちょっともうお財布厳しいですという、あのご意見いただいたんで開けたので。開けました。でちょっとこのもともと5周年の記念の限定販売する予定だったところに第3弾のグッズ発売、メンバーシップで先行、そして1週間後に、一般販売ということでやっていきたいと思います。はい。クッション家にある人。はい。あ、みんなある。え、誰の。みんなない。え、マジでみんなない。え、てかヒューガー、ヒューガーのおばあちゃんがダニー抱いてる写真知ってる。知らないんだよ。なんで俺は知らない。いや、俺はこうちゃんから送られてきてる。おかしくないじゃん。ほら、ヒューガーのおばあちゃん。え、かわいい。かわいい。これ、あの持って帰ったらしい。似てるね。似てるか、お前。ダニーとね、これ違う。で、まあクッションこんな感じで、ヘアバンド、ついにですよ。結構だね、インスタライブでつけたりとか。待望なんじゃないですか。はい。ヘアバンドは、まあ本当に4回ぐらいこう試作を重ねまして、まあ結構大事だからね。締まり具合だったりとか、耳の立ち具合なんかもいろいろ改良しまして、今回発売できるようになったよということで、こちらのですね、クッションとヘアバンドの先行販売が始まるのは10月の27日、21時半から。おー、前回あっちゃんのティッシュケースが売り切れちゃったのか。ティッシュケースだ。どうしても買いたいみたいな人はね、この機会に入っていただけるととてもありがたいです。よろしくお願いします。お願いします。ということで本日の企画の説明入っていきますけれども、まあ、絶対いいと言いましたけれども、はい、まあ、DM でどんな企画やってほしいですかみたいな募集をファンの方にかけた時に一番来る企画なんですよ。いいですか早速企画から。ということで続きがせいらの言うことは絶対ショッピング。出ましたね。せいらかける絶対はもうそうじゃん。今回第3弾になるんですけれども、本当に人気ですよこれ。びっくりした俺も。いや、これせいらに会いたいんじゃないかね。もしね、みんなが女性誌のモデルですか。女性のものしか着ないけど、やっぱこういう機会にさ、男物をめっちゃ選ぶ。そうだね、難しい。難しい。テレビとかでどういうスタイリングやってんのかなとか、雑誌も見るようになってる。おー、すごいね。この企画のために。嬉しい、ありがとう。で、この企画の説明といたしまして、まあ、せいらとメンバーの一人が今から買い物に行きます。そして、まあ、2店舗ぐらい回って買い物してきてもらうんですけれども、その買い物の中でせいらがこれ買いでって言ったものに関してはメンバーに拒否権は全くないと。すごいことだよ、はい、どんな値段であれ。どんな値段であれだよね、はい、すごいこと。一回ゆうまくん一着最大でいくら使ったか覚えてる。僕ね、45万ぐらいのやつを買いましたね。マジで。大量のなんかジャケットで。もあれ結構活躍してる。あれ活躍してるんで愛用させていただいて。素晴らしいですね。結構爆弾企画ではあるよ。半端ないよこれマジで。自分たちでもそういう買い物しないもん。しないしないしない。そこのやっぱプレッシャーはあるんですか、そのやりすぎてるかなみたいな。
まあ、ないかな、あんまり。お兄ちゃんたち頑張ってるからね。そう、頑張ってる。まあでも結構あの今まであっちゃん、ゆうまとやりましたけど、結構違うジャンルというか、普段あんまり挑戦しないジャンルに強制的にこう飛び込めさせられる、それ嬉しいことだよね。新ジャンル開発、うん、でも最高だから、せいらどんどんね、分回しとってくださいね。もう終わってるからって、お前調子乗ってるとね、遠隔 V 来るよ。そうだ、そうだ、前回遠隔来てるよ、ね、遠隔 V よ。そうだ、もう簡単に来るよ、遠隔 V。 そうだ、そうだ、油断できねえ、油断できねえな。でも2人は終わってるんで、今回せいらとショッピングしてきていただくメンバーはヒューガドンです。ヒューガドン、ヒューガドンの、まあ、唯一の問題というのがありまして、貧血すぎた。他のメンバーとやっぱ格が違うぐらい貯金がないから、うん、格が違うんだよ。まあけど俺メンタルはレベルが違うから、また逆に聞いててびっくりしたもん。俺2ヶ月前に聞いた時と最近聞いた貯金額変わってないもん。増えないんだよ。何も変わってない。増えない増えない、ほんと給料勝る出費が来るんだよ。いやもうほんとみんなと遊んでるからですけど。ああ、そうそう、休みの日はやっぱ全員と遊びますから、社員とね。大人数じゃん、これ。確かに遊びがで、俺全部持っちゃうじゃん。別に10人で生きてるみたいになってるんだよ、毎月。マジでマジな。そう、そういうことね。10人家族を養ってる的なね。本当にそうなの。だからたまるわけないの。だから10人とうわーやってるわけだから、ダーってやってる。大家族で合流してる。そうそう、大家族が毎月合流してますから。それなくなりますよ。ヒューは結構その男気モンスターだから、そのあんま渋るっていう展開がないかも。ああ、逆に。そう、この企画はちょっと渋った瞬間にセイラの言うことはっていうコールがあって、絶対って言ってもう購入を決定するというくだりがありますから。どうですか。まあ私は最近服っていうものを買いに行く機会がなかなかないので、はいはい、え、この服こんなすんのってなっちゃいそう。ああ、やっぱそのみんなで遊んだ時に払うお金とは感覚がもう違う。また違うよね。やっぱ10人で楽しんだっていう感覚なんで、なんかいいなって思っちゃうんですよ。はいはいはい、1人じゃん。ああ、そう。で、本日なんですけども、いつもと行くお店がちょっと違いまして、初めて行くお店なんで、うん、僕も挨拶しに行きたいので、僕が今日はカメラも同行します。ああ、ついてくるんですね。はい、ありがとうございます。いやー、怖いよ。楽しみだね。楽しみかつ怖い。でもさ、最近その私が怒ったりとかするから結構仲いいんだよね。いや、そうそう、それ嬉しいのよ、俺めっちゃ。逆にセイラが俺にグッと来てると。ああ、なるほどね。そのグッと言ってるぐらいが金額で出たらどうなんだって。そう、危ない危ない。じゃあまあ、エンディングではね、合計金額まで出すんで、ぜひぜひ最後までね、見ていただければなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでよろしくお願いします。ありがとうね。お願いします。いやー、お願いしますですから。いやー、もう今日俺けど怖いのよ。多分オープニングでも話したんだけど、貧血って言ってるじゃない、よく。よく言ってる。俺もうビクビクしながら来てるんだけど、しかも前情報でなんかヤマトから目に物を言わせてやるみたいなことセイラが言ってたみたいなこと聞いて違う違う、俺どうしようと思って、俺今日起きんのやめようかなと思ったんだけど。だって、うん、まず1個言っていいですか、うん、私あのよくさ、ヒューガくんとかさ、服コーディネート、テレビのさ、お洋服とかさ手伝ったりするじゃん、うん、で、まずめちゃめちゃ汚す、はい、楽すっていつも怒ってるじゃん。そのコーディネートできないから怒られてるね。そう、だから今日は恨み恨みをね。そう、いつもの恨みをやっちゃおうかなと思って晴らそうとしてんな。いや、恨まれてたんだ俺、うん、いつも怒ってんじゃん。いや、確かにいつも俺正座から入るもんね。そう、これ汚さないでくださいって、うん、これありますか、なくさないでくださいっていつも言ってんじゃん確かにね。なんでだろうね。俺もだってそんなさ、みんなと変わらない生活してるのに。タバコかな、じゃないの。まあそう、けどユーマは、あ、そうか、ユーマ最近吸わないか、あんまり。あ、そうなの。アーティストになってからね。のぞきにして。そう、結構控えて車の中で吸ってるからよくないのかな。ちょっとわかんないですけど。わかんないよね、はい、何情報わかんないよね、はい、でも黒くなってくる白いパンツを見ると、あー残念だなって幻滅させちゃってんだ俺。あとさ、写真でこの服ありますかみたいなのあるじゃん、うん、これありますかって言ってもないですこの靴ありますか、ちょっとどこにあるかわかんないですいつもなってるから、あ、悲しいなって。あ、悲しいみたいになってんだいつも。悲しい気持ちになってる。すごい。あ、そうか、申し訳ないね。悲しませてたんだ俺、うん、友達の妹のこと申し訳ないわ。まあだから今日セイラと一緒に買ったものはやっぱまあ一緒に買ったし、うん、なくさないから、きっと。本当に。いや、なくさない、なくさない、きっとなくさないと思う俺もなんかなくしたいわけじゃないからさ、だって何万もする服いっぱいあるわけやん、がなくなっちゃってんの俺も悲しいから。あ、って悲しい気持ちなの。そうそう、お互いなんだよね多分。だからやめて、今日は。やめない。今日買ったやつは気をつけるわ。だからなくせないような感じにするね。じゃあそれはそれ怖いけど高いのになりそうな気がするけど、まあけどそこ気にしないでいいわ。本当？うん、一応あのクレジットカード持ってきてるから。出た。そう、あの
2ヶ月後とかじゃん。なんかさ、一時期さ、時計いっぱい買っちゃったみたいな、はいはいはい、時にお会いしてるじゃん。そうだね。で、その時からは増えたの、貯金残高みたいな感じの。いや、え、キープかな。あ、キープなんだ。うん、やっぱその使いすぎちゃう癖は多分その時計からまた違う方向に。今何に行ってるの。今はごちそうかな。ごちそうしてます、会社のやつらとか後輩たちに。やってたら飛んでってた。はい、いいですか。最近その動画とか見てると、なんかプライベート大丈夫ですか。いや、まあそうだよね。いや、まあけど大丈夫よ、俺的に。心配してる。そう、俺ね、めっちゃ言われるの、うん、いろんな人から。ヒューガ、まあ、大丈夫、心配だよ俺そんな。ヒューガがいろんなとこに飛び回っててって言われるんだけど、よく考えてみたら、まあ2年前3年前ぐらいの俺の状態なのよ、うん、そのセイラとこう一緒に仕事する前の俺になってる、うんうん。あ、戻ったってこと。あ、そう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 。でなんかそのマネージャーさんとかから聞くなよ、うん、合コンとか。合コン。はいはいはい。まあ合コンっていうのかな、あれ。だって私結構好きなんだけど、ヒューガ会話。ああ、はいはいはい。あれとかも大丈夫かなと思って。なるほどね。見てたんだけど、どう見た感じさ、楽しそうには見えてない。めっちゃ楽しそうだった。ではあるよね。うん。てかさ、そもそも合コンってあるじゃない、世の中に、うん、どこからが合コンなの。同じ人数揃ったらじゃない。あ、もう別に友達同士。なんかそういう目的な人が。あー、そういう目的ではないしね。だからではないくもないのか。例えばなんか自分が出会い目的じゃなくても、うん、その友達にその人の友達を合わせたいとかって合コンなんじゃないの。あー、そうか、その何組かが会いたい人がいるだけで、まあ合コン。まあそうか、数合わせの可能性もあるもんね。そうそう、私も一回行ってみたいんだよね。あ、合コンに。あ、その普通の合コンにね。いや、そう。あ、合コンは確かに経験した方がいいわな。なんか結構友達とかやってて。うん、そうだよね、普通に多分働いてる子たちはやるよ、ね、めちゃめちゃおもろそう。でも私この間ベイクさんに言ったんだけど、ヒューガくんのテキーラのやつ一回やりたい。あ、マジで言ってんの。参加したいですって言ったんだけど。本当に言ってんの。やりたい。いや、いいよ。いや、いいんだけど、その時はじゃあうちの会社の人間だけにするけど。え、うん、ありがとう。もちろんテキーラ飲めんの。飲めんの。え、テキーラ飲めんの、セイラ。飲めるし、割合しないの。あー、次の日気持ち悪くなったりとか。そう、足むくまないの。おー、だから、なんか手っ取り早くってなった時にサクッとちょっと何杯か飲んで楽しめるってこと。そう。あー、いやいや、俺は全然いいんだよ。参加したいですって言ったの、この間。いや、おもろいね、それ。それおもろいわ。それや、やっぱといいって言う。いいでしょ、別に。まあ俺らがさ、何かをするってことは 100% ないけど、うん、まあもう気持ち悪くならない程度にやったらいいか、楽しく。なんないんだよ。しかも意外と強い。意外と強いの。お酒強いの。多分ね。で俺らの多分動画でもやってるけどさ、じゃんけんぽいってやってるわけやん。で、じゃんけん負けたら飲むみたいなの、すごいめちゃめちゃやってんのよ、ちゃんと。じゃんけんなんだね。そう、じゃんけんなのに一番楽しくて。なんかさ、ヤマトがさ、なんかとりあえず飲もうぜみたいなのあったじゃん。飲もうとしてるじゃん、じゃんけんじゃなくて。そっちしか知らなかったからさ、じゃんけんなんだと思って。なんかそのじゃんけんが好きな理由として、俺テキーラ好きじゃないのよ。普通に別に。だから俺飲むなら普通に焼酎とかビールみたいな、ご飯と一緒にゆっくりみたいな方が、お酒を楽しむだけだったらそっちの方が好きなんだけど、そのテキーラを飲むのは盛り上がるから。けど味は苦手だから、こうじゃんけんをする良さとしては、一生勝てばいっぱいも飲まなくていいっていう気持ちで飲み会に行きたいの。ワンチャン酔わずにめちゃめちゃみんなが酔ってる姿を見れるっていう、その場が好きなんだけだから。あと弱い人も来れるかなみたいな。そうね、そのじゃんけんだったら、その全員で乾杯ウェーみたいな。あときついやん、その強さにさ、あれがあるから。基本的にじゃんけんに勝ったらいいよ、うん、じゃんけんに負けてしまったら飲んで酔ったら帰ろうっていう。で、無理な人はもう無理って言ってくれば終わり。うん、そうなんだ。もう来たか。じゃ、楽しい、ゆるい楽しい感じの回なんだね。いや、まあ激しいのよ、その帰らない人からしたら。あ、そっか。けど帰っていいよっていう感じ。あー、なるほど、ね、もうきついなら、きついなら帰っていいし、もう飲まないでいいよ、帰宅していいんだ。で、じゃんけんに入るんだったら飲んでねっていう。無理になった人は大体もうじゃんけんしないで。あー、そうなんだ。例えば外とかに行ってゆっくりしてるか、ヤバいってやつがいたらもうヤバいですって言う前にタクシー呼んでも帰らす。へえ。はい、バイバーイ。はい、ゲームオーバーって言って帰らす。でもさ、なんか動画とか見ててもさ、うん、わーってやる時のヒューガくんめっちゃ面白いから、私結構好きなんだよ。じゃあ今おもろい。おもろい。あ、おもろいんだ。だからめちゃめちゃ好き。あ、じゃあ嬉しいわ。俺おもろいが一番嬉しいからさ、やっぱ男として言われる言葉で、結局おもろいって思われて、落ち着いた時もそのあの時のおもろさを動画で見返せばさ、楽しいじゃん。まあ、この時はマジヤバかったな自分って思いながら見れるし。面白い。まあ一回ぐらいじゃあセイラと飲めたら俺も嬉しいよ。セイラがすごく大丈夫な日に早い時間から。
サクッと。ヤマトって飲めんのかな。あ、飲めるよ。あ、そうか、ヤマトも飲めばいいか。あ、そうじゃん、めっちゃいいじゃん。あ、それめっちゃ安心するわ、俺も。なんかどうぞって言ってヤマトと一緒に帰ってもらえばいい。オッケーオッケーってな感じで、もう近くに来たので買い物がね。まあ本当逆にありがとうだよ俺。本当なんか怯えてるとか言ってるけど、セイラに選んでもらえるんだから。まあね、じゃあ今日そのセイラ先生にいろいろ決めてもらいたいと思います。はい、ということで、お店の前に着きました。はい、ありがとうございました。ここはね、グレード東京というお店なんですけれども、えぐいぞこれ。ファッションが好きな人だったら、え、ここ入れるのっていう感じになってる。え、すごい。私もマジで通ってる。セイラが普通に通っちゃうところを撮影させていただけると。やばいよね、ほんとに。やばい、普通に貸し切れない。よく許可おりましたね。俺か、全く関係ない。俺のターンだから。ヒワとは全く関係なくて、僕が一応井上から。ああ、ヤマトヤマトで、じゃあそうダブル攻めしたんだ。ちょっとあの紹介いただいて、わざわざその井上から紹介してもらった方もちょっと来てくれてるんで。はい、よしさん、お願いします。ああ、よしさん、めっちゃ偉い人ね。あ、よし君しか偉くないです。あとめっちゃ有名な人ね。ファッション業界でもすごいんだ。はい、どんなブランドというか。今店で一応海外のブランド中心に300ブランド以上取り揃えておりまして。300ブランド、300着とかじゃなくて300ブランド300ブランド、それすごいな。俺もセイラもよく来るよね、一緒に来たりする。俺も結構ヤマトの後ろ歩いたりするよね、ここで。うん、でも音にびっくりして待ってるよ。騒がしい。盛り上がってるからね。盛り上がってるんですね。うん、今日は静かなの。今日はほとんどこう切っていただいて、うん、せっかくの貸し切りの機会なんで、はい、もう存分にちょっと楽しんでいただいて。やっちゃっていいってことですか。やっちゃっていいです。グレートでやっちゃうって結構やばい。あ、今日の企画なんですけど、僕の妹セイラが9話こう買うんですけど、セイラが買うって言ったら何でも買わなきゃいけないっていう。あ、なるほど、やばいっすよ、ね、セイラちゃんの言うことは絶対。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早速お邪魔しますか。はい、お願いします。お願いします。行きますか。いや、これえぐいっすよ。本当にやばい。一連、いや、どっから行けばいいの。どっから行きますっていう感じじゃない、本当に。あ、俺あれだわ、皮系アレルギーだわ。皮系アレルギー。普通に高いからでしょ。クレジットカードだってこと。あ、じゃあ見ていいかい。怖いけど。いや、聞くな。あ、誰だっけ。皮系は切れない。皮系俺切りにくい。それ知らない。言ってくれてる。その喋らないでください、ね。あと、とかモフモフ系も。高い部分だけ。結構苦手みたいな。ちょっとだけ反応お願いします。一点以上ちょっとそっち抜けますか。事前情報をいただいておりまして、うん、本日からですね、RRR がポップアップをやってるみたいな。可愛いね、めっちゃ。ちょっと一回見てみます。あ、見るか。はい、実際的には何か説明とかあったりしますか。ある、まあ、初期の方にフィアブゴッドとコラボレーションしたりして、そこからすごいこう熱が上がってきて、まあ、最近も若い子を中心に、まあ、値段はそれなりに高いんですけど、すごい人気あるブランドなので。うん、俺もヒューガもユータも。今日山本来てる。俺今日来てる。俺、そう来てるのあるか。あるある、ね、あるあるある。いいよ、ヨシさん笑っちゃってるから。しつつおもろくない。ヨシさん笑っちゃってるから。でもすごい、その品数が半端ないわ。でもガンガン、え、これ全然マジ可愛い。これいいね。こういう感じ良くない。こういう感じいいかも。どう、似合う。似合う。そんな感じで本当に私これゴーって言っちゃうよ。だってそんな感じになる。じゃあ一回清い。切る、切れます。もちろん。あ、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。で締めるかどうか聞くのはさすがに小2までだ。これ大丈夫。でも、でもこれなんかいい。せいらお母さんじゃない。え、結構可愛いかも。マジで。でもね、RRR の価格帯が分かんない。高いです。で、分厚いし。これボーダー系持ってるな。いや、持ってないかも。じゃあ行こっか。まあ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 。けど俺も気に入ってる。え、結構可愛い。見てほしい。待って、一回見る。見な。だけど可愛い、本当に。じゃあ。はい、で、おお、決まりました。あ、でもそういう感じか、これこのペースで決まってきます。早い。大丈夫ですか。いや、値段は見ないでも。あ、そうなんだ。値段見ないの、やばいね。値段は見ない。そう、値段見ない。値段見ない。もう、ちょっとキープしていただいて。いやー、ちょっとこれ俺後で個人的に絶対にこう着方めっちゃオシャレだ。 T シャツ1枚の値段もヒューガ知ってるから。あ、そうなんだ。そうだ、だからさっきのエグいよ。多分エグい。さっきのエグいよ。多分エグい。さっきのエグいの買ったから、俺あの感じで。あの感じでエグいの言ったと思うよ俺。こっから離れない。いや、いいよいいよ、俺レベルが違うから。
じゃあ、OK。覚悟ね。そう、覚悟。覚悟のレベルが違うだけだからね。その、金銭的なレベルは全然低いから、ね、みんなと比べたら。ちょっと低いのかな。今まで一緒に買い物してた人たちは、ものすごい強い人たちだから、ね。あ、そうなんだ。最強、あいつら。でも、このパンツ可愛い。あ、マジ？あ、いいね。しかも楽そう。俺、こういうの大好きよ。パッと飲み会に来てる感じのやつでしょ。え、これ可愛いかも。可愛いよね、けど見た感じ。え、これ欲しい。え、大丈夫ですか、これ。大丈夫です。これは大丈夫。これは全然余裕だよ。じゃあ、これ嗅いで。よろしくお願いします。あれはやっぱあれっすね、他の2人に比べてあんま渋んない、ね、全然だからこれやる機会がなくて寂しい。あ、何そんな渋ったのあいつは。いや俺やっぱ結局の人間性出てるわ、ガッといっちゃう。ここのなんかこの着方可愛いと思ったから T シャツとロンT2 枚。いやちょっとだってこれ俺1枚の値段知ってるよ。1枚でだってさガーンって感じよ。でもさこれ買ったら今着れないじゃん。結構な扱いです。でもさだってテレビとか1人だけ半袖じゃん。その場合はだからあれヒートテックとか出しちゃう。ヒートテックとか出してこの辺まで巻くって、ここの辺にヒートテックあるんでしちゃうけど、下だけにするか。てか下なんだ模様は。ここしか見れてない。え、じゃあここにある、ここにある。ちょっと一回全体見たいね。じゃあこれチェックしたい。じゃあこれチェック、チェックリスト、はい、いやもう買おう。え、買おう買おう、もう買った方がいいわ。いや買おう、チェックするんだったら買おう。あ、じゃあ買おう。うん、買おう買おう。もう運が泣いてたけど大丈夫。買いで。え、もう3着いった。え、これロンティーだけ買ったんだよ。うん、次のゾーン。他にもどっちのゾーンがちょっとヨシさんについてた。え、ヒロは違う、ヨシさんそっちから逃げない。本能的に逃げない。本能的なやつだ今のは。うわ、マジすげえな。おい、なんちゅう不紹介させてんだよ。ヨシさんが連れてきてくれたんだ。そうだ、どう考えたら。かわいい。かわいいね、かわいい。あ、ドクロ系だ。かわいい。大丈夫か、悪夢とか見ない。嘘ついて。なんかさ、さっきのさ、あっちでさ決めたさ、ロンティーとか下に入れてかわいくない。あ、白のやつ、うん、かわいいわ。かわいいか、うん、かわいい。うん、ナイスナイス。じゃあ、嗅いで。これいいわ。え、いいよ、ね、全然これいい。かわいいよ、ね、うん、全然全然。この後ろバックプリントがめっちゃかわいいね。っ、威圧っ、威圧できるよね。綺麗系の、綺麗系っていうかモヘアのニットみたいな。たぶん今ヨシさん集めてくれてるんで、うん、自由に見てきてください。ありがとうございます。おい、なんだよこのヤバい企画。どうすんだ。ほら、いっぱい持ってきちゃってるよ。持ってきちゃってるから、ヨシさん持ってきちゃってるってやめて。持ってきてくれてるヨシさんが。止めないと。いやけど今んとこいいっすよ、全然嫌なもの買ってない。ただいま。おかえり。セイラすごい悪口言われてたよ。何言うわけないじゃん、俺がセイラの悪口。どうせ見るから。見てもらっても全然構わない感じよ。なんて言われたんですか。何あのヤバい女って。言ってない言ってない言ってない。何このヤバい企画って言ったの。ひっと。ね、言うわけないじゃん。でその後にヨシさんいっぱい持ってきちゃってるよって言ってました。しかもさっきヨシさん、こいつこれは爆弾ですってやつを何個か選んでくれてる。ほら、そういう顔して歩いてたんだって。ヒッヒッみたいなのって。ヒッヒッとかしないからヨシさん。そんな。あ、でも持ってきた。持ってきてくれたの、可愛くない。あ、可愛い、確かに。え、これめちゃくちゃ可愛い。ね、めっちゃ似合う、新鮮な感じする。本当。え、これ欲しい、これ買いたいって。一回値段見て。アップね。ほっと、まあまあまあ、いや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 。え、値段いくらですか。待て。いくらですか。これ、9万4000円。けどこれは可愛いわ。え、言っていいですか、じゃあ。え、9万…セイラの言うことは絶対。ありがとうございます。ヨシさん乗ってくれてたから。まあまあまあ、これはいいわ、けどすごい気に入った。え、可愛い。うん、持ってないし、こんなの。お願いします。ありがとうございます。持ってない系はやっぱね、ちょっと高くてもいいかなと思っちゃう。うん、まあなんか家にあればいいしね。どう、もう結構いった。あっちとかも、もう可愛い。お、うん、どうした、セイラ。一目惚れしてしまった。大丈夫、重くない？めっちゃ重い。やってそうやな。ね。ちなみにクソかっこいいっす。クソかっこいい。今日一にやってるかも。え、そう、一回見ていい？うん。うん、なんで？着る？いや、着るんじゃないかな。いや、めっちゃ可愛い。アウターでバンってやるかも。え、これ可愛いですよね。めちゃくちゃ可愛いっす。可愛いです。なんか普段着てそうな。本当に。一回セイラ値段見たわ。一回セイラ見てもらって。アウターっていう感じの値段ですね。まあ、アウターって感じの値段でしたよ。セイラの言うことは絶対。
すね。今どんぐらい買った？いや結構いった。何着ぐらい買いました今？5、6着。ほらやってるって。やってるもん、何十万だよ。さあじゃあちょっと姫、いくら予想でしょうか？本当にやばいんじゃない？だってこの一番最初のブランドたちの私値段知らない。値段知らないの。王子も着替え終わって会いたいなんて。王子って呼ばれてんねもう俺。じゃあ。ちょっと待ってよ。皆さんに読み上げていただけますか？はい、お願いします。ブレードトークの会計をお願いします。ありがとうございます。86万2620円。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待って、するねいや、結構いってるもん。点数あるよね、うん、頑張れとか言う。クレジットカードはもうほぼヒューガの一部ですからね。切れるかどうかで。お前次第だぞ。来月もよろしくな。いやまあでもあのカードめちゃくちゃ強いから。半端ない。車買えるからねこのカード。すごいカード持ってるから。じゃあ1店舗目は終了ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは2店舗目向かっていきましょう。はい、ということで2店舗目に来ました。2店舗目はユナイテッドアローズっていうお店ですね。まあ、いつもお世話になってますから。わかります。はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもお世話になってるレオさんです。レオです。じゃあ麦タイはいいらしいですよ。レオさんあ、麦タイは当たり前じゃないですか。なんで当たり前なんですか。当たり前ね、ほら腕まくってんだから。腕まくっちゃうもんな、麦界隈の人たち。いやでも今日ヒューガ君会ですか。え、そうですそうです。ちょっと時期過ぎちゃったんで、私ギラファとか。いやいや、大丈夫です。虫数とかないっすけど。虫買いに来たわけじゃないんで大丈夫です。虫じゃないっすか今日は。虫じゃないっす、抑えました。ギラファとかあったらテンション上がりますけど、今言ったろもういたってなるけど。ギラファのブローチとかね。でも、セーラーの周りになってるね。どういう感じがいいですか今日は。綺麗めな感じが似合うんで、ニットとかモヘアとか。あ、はいはいはい、モヘアのカーディガンとか。そのイメージあります。あ、そのイメージありますか。ありますね。この辺りが似合いそうですね。はいはいはい。あとはこういうところかわいい、かわいい、白がかわいい。嬉しい、こういうのあったら嬉しい。秋冬で白ってかわいくない。しかもこれで、これ全部ポッケそう。絶対タバコ入れないでくださいね。そうか、すごい良さそう。アイコスぐらい。いや、ちょうどいいですね。ちょうどいいっすよ。いや、もうすぐ枕になっちゃう。これ履いてほしい。かわいいです。めっちゃかわいいです、これ。じゃあちょっと、履くか。履きます。ちょっと良さそうですね。ヒューガさん来ました。あ、めっちゃかわいいじゃん。いいよね。めっちゃいい。サイズもちょうどいい。持ってないよね、こういう綺麗なシルエット。持ってない。じゃあ、買いたいです。これは買おうよ。おお。ね、値段も多分大丈夫でしょ。この雰囲気的に何となくわかりますよ。値段見た方がいいと思います。一緒。同じ色のやつあるよ。結構すんの。すんの。お、高い。いくら。え、5000円。高い。パンツ1。めちゃくちゃ高いよ。こういうパンツの中で1位の高さ。いやけど、でも綺麗に履けばめっちゃ着回しできると思う。なるほどね、いろんなものに合うか。まあ、好きな形あるね。いや、マジ好き。これ買います。お願いします。サイズ大丈夫ね。サイズもちょうどいい。じゃあ着替えてきますね、また、うん。これかわいい。これかわいい。これちょっと来たした。来た。よし。ごめん、もう一個来てほしかった。お、何？すごく似合いそう。かわいい。なんかヒューガが普段自分で買わない感じのやつをいっぱい今日買ってます。そうだね、ニットとかわざわざ選ばないもんね、俺、うん、パーカーとスウェットしか買わないから。髪色も暗くなった。ああ、めちゃくちゃ似合う。めっちゃかわいい。似合う。さっきのパンツとか似合わせて。あ、ほんと。一回見ていい？うん、もちろん。ああ、これ体でかい。でかい。普通に。でかい。でかい。めっちゃ似合ってるけど。似合う。着る？体でかく見えてない。でかく見えれば見えるほど着る。これ買いたいです。値段じゃ帰りまーす。一応ね、そうだよね。いや、いい生地。まあ、ニットだからね。まあ、いくら予想なの？78,000円。いや、もうちょっといくんじゃない？来ました。53,900円。おお。はい、買いたい。やばい、バグり出した。この企画ってそうなんだよ。バグりでしょ、わかんなくなってきた。これ企画ってそうなんだよ。安いって思っちゃった今。5万円だからね。高いんだろうな。高いんですよ。もうでもいい買い物じゃない。かわいいよこれ、うん、結構順調にバンバン決まって、ね、前のお店で買わなかった系統とか買えたので、下行きますか。行きたい。 OK。 じゃじゃん、じゃじゃん。いや、ヒューガ気をつけてね。いや、よくないな。ここに入った瞬間にユーマ爆死案件を抱えたから。いやけど俺マルニとかそもそも着ないから大丈夫なんちゃう。これ
さ、ユーマに可愛くない？どれどれ、あ、絶対似合う。だけど、本当に似合いそう、普通に。しかも6番だし、ユーマの。おお、これは行こう。まあ、それはセイラさんの判断なんであれですけど。確かに、けどこれマジで可愛い。まあ、6番は、どうした、どうした。え、ほら、絶対可愛いじゃん。まあ、スニーカーとも合わせやすいんじゃない？黄色と黒のスニーカー持ってる？持ってる。じゃあ、買いたいです、これ。買いたい。買いたい。え、これでも、一回確認しよう。いや、けどね、大丈夫だと思う、この感じ。いや、ここ結構危ないよね。これ、ブランドなんでしたっけ？ウェールズボーナーでございます。これ、ユータが大好きなブランド。一回見るか。値段見る。まあまあ、お値段72,600円。無理しちゃってるやん、まあまあは。大丈夫？え、レベル違うから、ね。目を見て言う度胸がすごい。レベル違うから、ね、レベルが違う。人生そんなレベル違うから、ね、そんな真顔で言われることないから、ね、でしょ、ね、それぐらいレベルが違う。信じるね、だから、うん、じゃあこれ買いでお願いします。いいす、ね、あ、ゆうまさんのいいんですか？ あれは買いで。え、まだ一番よ、これ。すいません、これお願いします。これお願いします。ユーマさん、今ありがとうございます。ユーマに可愛いですよね。めちゃくちゃ似合うと思う。この色が絶対ユーマです。ありがとうございます。ユーマー、まあ、これあっちゃんどう？オレンジまず似合うんじゃん。先生、それあっちゃんもう衣装で着てたから。これ着てる、吉田さんが出してくれた衣装で着てる。じゃあってことは俺も見る目があるんだ。この辺とかもユーマ着てる。ちょっと待って、人のさ選ぶ回じゃないかな。ねえ、それで回避 し始めてるけど。騒がしいぞ。これ可愛くない？めっちゃヒューがさ、可愛いランキング最下位やん。やっぱこういうの着てることによって変わって。それは可愛いけど男らしすぎんだよ。あざっす。いや、何も言ってないっす。何も言ってないっす。自分で褒めてあざっす、やばいっす。じゃあこれ可愛い。ちょっと書くことですかね。うん、あ、じゃあ、うん、これちょっと一回後で着てみてもいいですか？ありがとうございます。お願いします。何なんか言われた。何みたいな。お前のヤバいモードどうにかしろって言われました。言ってない、言ってない。今日来てくれて、来てくれてありがとうね、セイラね。今日来てくれてから、この企画取れてるから。気持ちいい、気持ちいい。これユーマどう？ちょっとそのさ、いや、じゃあマジで何したんだって。別にユーマの貯金が減ってもヒューガの貯金増えない。違う違う、普通にいいよ。でも似合うんじゃない？ね、俺がそっかの貯金。俺が似合うけど。俺か。でもユーマだな、メミは。で、ヒューガ君こっちの方が似合う。ほら、さっき見たベージュが似合うんだって。いや、こっちもユーマのより高いな。高い。下、ユーマのより高い。で、どこ？なんか可愛いと思う。一回とく？パンと。違うのに。忘れさせようとしてるだけやん。いや、いっぱいあるから、それはもう。あと何系今日？今日だってほぼ。いや、ほぼ買ったんです。網羅したって思う。あと何系が足りてないかなとかある？なんか感覚的に結構なんか網羅したんちゃう。さっきの着ようかじゃん。黄色、うん、黄色と紫。黄色と紫、あと、そう、はい、網羅しました。あれなんか、これ呼びました。よし、なんか一応流れ的に忘れてないかな。今忘れてるんですよ。忘れてやっちゃってるわ、それは。危なかったですね。レオスさんがやっちゃったってこと。やりレオじゃないこれ。あの、これはもう絶対似合うから。もう可愛いね。そうやね、絶対こういう格好してった方がいいよね。うん、めっちゃ可愛い。いいと思う。あ、そう、持たなくていいんで、ボールは。似合ってますか？めっちゃ可愛い。え、こんな人がさ、お疲れって飲み会来たと。いいよ。いい。それか。飲み会に行こうってんの？いや、パーカー来て、うん、いいっすってくるとどっちがいい？こっち。かも。基準全部飲み会なの、なんなの？今日モテ服だったら大体買おうって言ってくれるんだ。モテないよ。モテないのおかしくない？セイラに選んでもらって、もう一応有名やってて、どんだけスペック低いんだよ他の。じゃあ飲んでる女の子たちがさ、俺とかの高校の女の子でしょ。友達はモテるとかがないやん。いや、いいね、どこにだってモテた方がいいね。できました、これお願いします。ありがとうございます。かわいい。これ本当大丈夫？これ本当こういうの着たことない。大丈夫、本当にいけると思う。分かんない、着ないと分かんない。似合うと思うよ、普通に。え、かわいいじゃん。どう？かわいい。ありがとう。お前幼稚園生の声の欲しかった。ありがとう。え、めっちゃ可愛くない？これでさ、バッてさ、家の前でさ、こう車で迎えに来てさ、おい、お疲れって言ったぞ。いいけど、そのお疲れっていうのが嫌だ。全部さっきは、おい、お疲れって入ってくるのも、その今の迎えに来てお疲れっていうのも嫌だ。ちょっとごめん、なんじゃ、なんで普通に、え、
第一声お疲れ以外にあるよね。え、あるお前なんて言う。ああ、いいと。いいよ。かっこいい車乗って。かっこいい車で、タバコ吸いながら。モテ。顔。着る。え？どうせ手に取るのパーカーとスウェットみたいな持ちやめてね。そんなわけないじゃん、セーラ。でも今日、その行きの車で絶対になくさないし、汚さないって今日買ったものは。あ、って約束してくれたんで。思い出だからセーラと一緒に買い物したっていう。オッケー、じゃあこれで終わり。あ、もう一回やります。よくかっこよくない？いい、うん、めっちゃいいと思う。めっちゃいい。え、めっちゃいい。マジで可愛い。あ、結構いいんだ、うん、超いい。本当に言ってる。さっきのはあんまだった。いや、さっきのは可愛かったけど、これがより、これはさ、そう、いい。全然違うから、セーラ的にいい服なんだ。いや、もう本当セーラすごいなって思う。やっぱその似合う、怪しい気したやん。はい、ずっとね。いける、本当に似合ってる。うん、可愛い。ありがとう。で、本当私こっち系統で結構いいですよ。俺にね。そう、まあ、私的にはこれも結構買いたいです。買うよ。いいの、値段見なくて。値段はいいよ。だってさっきチラッと見たもん。え、それでもその買うよっていう感じ。いいよ。だってセーラー選んでくれたんでしょ。今まで一番少ないんじゃない。だってこれ全然やってないよ。絶対。あ、別にいいんですけど、そのやらない。いや、めちゃめちゃ震えてるやん。震えちゃってるやん。じゃあそれお願いします。ありがとうございます。あ、どうします。もうあのセーラーさん全部それ。はい、もう中学のこれで会計しに行きます。はい、お願いします。お願いします。はい、ということでお会計が出ました。じゃあ、ヤマさん会計お願いします。以上、今回6点で合計金額が378,400円でございます。ありがとうございます。結構いきましたね。けど、まあさっき聞いた金額がまあ俺の脳をバグらせているから。そうだね。いや、それを足してしまった場合今破裂しちゃうから、まあ、今算数できない脳にしてる。いい感じだと思う。でも結構品数もいったし。いや、いい買い物、いい買い物だよ。うん、クレカの友達。優しいね、クレカに。優しいよ、あいつだって無理してんの、毎月。毎月、毎月あいつが体張ってくれてるおかげだから。あいつのおかげで俺は輝いてんの。どう、こんなやつ。いいよ。あ、いい、うん、面白いよ。おもろい。だって、お会計の時に頑張ってくれてって育つんでしょ。そう、ファイト。いい、そっちの方がおもろい。はい、ということでね、買い物終わりました。まあ、30万円以上ここで使ってしまったんですけれども、あ、まあけど、いい買い物できたかなと思います。ありがとうございます。レオさんでした。ありがとうございます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 。はい、ということで買い物終わりました。はい。じゃあまず一品目から紹介していいですか。もうあの、うん、全部紹介したらとんでもないそうになっちゃうんで、えりすぐりのものを紹介しますけど、お気に入りの、はい。じゃあ一つ目いきます。ヒューガも値段見ずに買ってるやつがあるから。え、そうそうそう、わかんない。じゃあまずはこれから。値段見るとビビっちゃうっつって。一つ目。ベーン。見えるかな。あー、RRR のロンティー、うん、すごくお揃いじゃない。えっ、あれこれお揃いだったっけ。着替えた。いや、今日着てたよ。お前えぐい印象操作してるやん、俺らに。いやいやいや、お、騙し方半端じゃないやん。え、オートベ着てたよ、これ。ずっと着てました。詐欺だ。詐欺だじゃないよ。じゃあ、かわいい。かわいいよね、けど白だから、あの、格が違うか。値段、74,470円。おー、鬼鬼ティー。鬼ロンティー。鬼ロンティー。すごい、ここの機会なんか着させてもらったらいいんすか。あるよ。いいお前着るお金あるよ。こんないい服ね、なかなかお目にかかるんですけど。お前グレート東京帰り行ってこいよ。じゃあ帰るよ、お前マジの。いや、でも本当ドンピシャのタイミングで今日から RRR のポップアップやってて、めっちゃくちゃ来た。あ、それ楽しかった。ゆうつさんも見ちゃった。ありがとうございます、はい、これはね、期待でセーラー選んでくれました。ありがとう。白だから、うん、汚さないで。あ、はい、わかりました、任せてください。黄色くしないで。まあ、まだあるから。まだあるの。次いきます。はい、でー、これも RRR ですね。かわいい。ボタンロンティー。おー、襟とかくれてくれよ。そう、シャツですね。本当に感度低すぎるってボンティーですね。いやね、これすごいね、可愛かった。え、来た時めっちゃ可愛かったよね。そう、イケイケ。なんかボーダーとかあんまり持ってないんじゃないっていう話になって、うん、で、この襟も可愛いなと思って。これ可愛いな。しかも値段怖いから見ないって言ってたから。ちょっと見ますね。俺もちょっと衝撃だった。こちらの値段、私も知らないんだけど。いきますよ。12万6,830円。すごい。高いんだよな、あれ。しか
分生地とかも結構分厚くて、うんうん、アウターなしでも多分あったかい日だったらこれからの季節着れると思うんですよね。確かに中にね、あのタートルのヒートテックとか着てね。ヒートテックがそのね、感度低く、そうそうそう、低い野球部のヒートテックね、アンダーアーマーって言っちゃダメ、ここに H って入れちゃダメ、ここに砂とかついてた、ごめんごめんごめん、そうか、気をつけて、スラッシュだもんね、オッケー、気をつけるわ。あ、セイラ、毎回畳んでくれてありがとうね。はい、ありがとう。いい、同じブランドです。ピーン、あらあらあらのセット、おお。これヒガ君結構気に入ってましたよね。そう、これめっちゃ気に入って、本当に値段見てないんですけど、飲み会行きやすそうだもん。そう、いや、全く同じこと言った。金額で決まるから、そういうの。これ知らないんだよね。知らない。行きます。なんでなんだろうって感じの値段ですね。金額15万5300円。このシャツより高いってこと？どうですか、値段的には結構しますけど、うん、飲み会はどうするんですか？飲み会には履いていかないよ。でも履いてったらモテそうなパンツではあるけどね。じゃあたまに履くわ、汚さないときに。ここぞという飲み会で履くわ。だからこの飲み…うわ、はずいな、この飲み会履いてる時の俺の立ち回りめっちゃここぞっていう時だ。ここぞの日だって思われるやん。ここを見たここぞの日です。スウェット一発やありがとう。真っ黒じゃないとこが可愛いね、スプレーみたいになって、ね、そう思った。思ってる？思ってる。思ってる、大丈夫だよ、セイラ、ありがとう。はい、次です。ファン、マリアーノのカーディガン。おー、水色ね。ぽくないね、珍しい。なんか結構今回さ、こういうニット系、モヘア系多いんですけど、なんか理由あるんですか？ヒューガ君は、なんかそれこそスウェットとかダボパーカーとか結構着てるイメージがあるけど、なんかこういう色鮮やかなブルー系に合うなと思ったので、うん、キレイ系も似合うから今回そこ結構攻めました。これの値段94,600円。おー、高いけどいいよね、生地もいいし色もいいし、好きです。私も好き。これで夜のドライブ迎えに来たりした。なんて迎えに来るんだっけ。ウイイ、作れいい。あー、ダメだ、お疲れだもん。あー、そうそう、ヒューガがすぐその女の子に対してお疲れいって入る件について結構もうなんかダサいよみたいな話になって、いやけどよくね、疲れてるかもわからん、ねぎらいの一言であざすってなってるかもしんないよ。じゃあ、お疲れとかだったら多分いいんじゃないっていうことの感じで、こうガチャって開けて女の子、あ、お疲れさーんとか。同じような3位、全然違う。同じようなこと、全然違う。いや、まあ、おっちゃんですおっちゃんやん、それどうもおっちゃんですこれ、おっちゃん出すなら私どうもまあね、ありますけれども、ポ入れづらいタイミングだとして次が、グレート東京で買った最後の品です。でーん、あらら、こちらヘロンプレストンのアウターですね。アウターだ、上だ。先に値段が聞きたい。こちらのアウターの値段174,900円です。おー、すごい。これなんかポイントみたいなの？これね、セーラーこのオレンジの激推しで、なんか黒のベースにチャックのところとかが2色になってて、サシでオレンジが入ってるのがめっちゃ可愛いなと思って、あと中に綿が入ってるよね。あったかい。そう、キルティングで中が綿になってるから、この先も着れそう。そういう狙いで買ったよね。まあなんかスニーカーとかもね、いい感じ合わせて着たいと思いますよ。ありがとうございます。一回着る？いいですか？無理で。いいよ、着させてあげない。なんでだよ、めっちゃ可愛い。もう俺んだよ、なんでだよ、なんでお前着させんけ。メンバーメンバーとは俺んじゃ。なんでだよ、俺のやつさ、一回着させなきゃ。着させなきゃ悪いみたいなのはちげえべ。これでケチはマジでちげえ。だって俺が買ってなかったらその見れもできてねえんだから。マサアザスやろ。マサアザスの次やろ。マサアザス、マサアザス、おん、着させてください。いいよ、おめっす。マサアザス、おぉ、あっちゃんの方が似合うから、もらっちゃえば。もらえるか、似合うか、こんなのこいつが。はははは、ちょっと布団で寝てるみたいな。チビがこんな値段できたら。これちょっと、はい、顔四角。OK なんだ、 OK なんだ。あ、いや、こう、いいね。あ、いいね。いやいや、いいよ、服はいいんだけど。え、いいよね。だいぶここのオレンジがさ、映えて顔がナゲットすぎない？誰がナゲットすぎない？僕もこちゃうわ。マスタードみたいになってこうやって俺のマスタードみたいな、これつけてるわ。すごい対応力。おー、プラスアルファあった。初めて聞いた。いけるんだね、そういうアドレスの。ガッ
3年ぐらいやってるギャグでしょ。ありがとう。あっちゃんのギャグが生まれたいい日になりました。次からはユナイテッドアローズで購入した商品たちです。おはよう。バーン。ストーリー MFG のカードパンツ。おお。いや、これすげえやつわ。めっちゃ可愛かったこれ。ユウタは好きそうだね。うん、めっちゃいいわ。これ値段聞いて。あ、聞いた聞いた。あ、じゃあ予想してもらおうかな。いくら？リターってしたらあげちゃう。あ、じゃあユウタ。ちょ、サピ？無理。おっと。おっと。厳しい。ピチクル。無理だけだ。無理か。ガチ頑張る。やばもう。あ、けど分かったかも。はい。63,000円。ねえ、それ、それ俺のチャンスある。ある。いかついタイミングで出てきて。じゃあ言って。66,000円。あ、お前見たからキモい。え？当たってるか。いや見てよ、ほら、こいつの顔見れば俺わかる。いや、こいつの顔見る。ここにこうなってぶら下がってた。ほら、お前ら騙されんな、こいつに。え、あっちゃん当てたんじゃない？ちげえ、なんだよ、お前。変な感じになってるよ。いや、俺がすごかったから。そう、すごい、言うたんです。確かに。僕は6,000円です。おぉ。これ、あれやった。それめっちゃいいね。めっちゃ可愛い。次。バーン。アクネのカーディガン。ほぉ、マジか。これはもう気持ちいいよ。これめっちゃ可愛かったよね、着たら。これもなかなかいい値段しますから。こちらの値段、85,800円。すごいですね。マジですね。いや、ヒューが今日マジかましてる。高いですね。桜井軍団ですね。神やだな、これ。まあこれいいよね、似合ってたよね。これめっちゃ似合ってた。普通にモヘアとか綺麗系が似合うかなって言って買いました。ということで、まあ僕のものを紹介するのはこれで最後でした。おお。まあ他にもいろいろあるんですけれども、本当に多いんで一部だけね。そうそうそう、して大変なことなんですよ。お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあセイラ、本当にありがとう。ありがとうございます。いっぱい可愛いの買えたわ。気になるのは合計金額。合金ね。合金まずやつけ。だって他にもあるんだよね。いっぱいあるから。車にもまだ持ってくってないから。じゃあ、用具を使った合計金額を教えてください。合計金額。131,300円です。全財ですよ。全財の3分の1ですやん。貯金用具。全部。貯金用具。貯金用具。いや、えぐいな。まあ画面外でもバーって結構買ったんで、回してないところで、まあかなり値段もグッといったんですけど、それはまあ動画で着ていこうかなって感じです。おー、そうなんだね。はい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 。最後まあ1個ちょっと一回出しますね。1個。こちらヒューガくんじゃないよね。どれだよ。どれだ。なんかやってくれてる。おっ、ウェールズボナーや。そう、ユータが大好きなんだ。結構生地も分厚くていい。めっちゃ可愛いんだよ。ユータが大好きな。じゃあセーラー値段ちょっと教えてあげて。13万2,000円。いいもんです。ウェルズボーナーので、ちょうどユータの当時の背番号の8が入って。ちげーわ。Tやないか。じゃあ他の番号見つけられる。6。そう、6。耐えた。6番とかだけで買い物しない。知らないし。じゃあこれ誰に買ってきたか発表お願いします。はい、これはユーマに絵描けた。あぶねー。あぶねーけど、ぶっちゃけマジ可愛いんだ。可愛い可愛い。おいおいおい、ありがてーな。おい、マジやこいつ。ユーマ本当に可愛い。可愛いよ、マジ。この冬とかしかも分厚い。うん、6番欲しい。めちゃくちゃありがたいです。ありがとうございます。ねえ。まあここまでですか。コムドットの衣装というかさ、コムドットが着てるものって視聴者のみんな気になってくれる人多いけど、やっぱ分かんないみたいなのあるじゃん。で、そのめちゃくちゃ前にさ、コムドット衣装みたいなアカウントがインスタであるみたいな話があって、頑張ってなんか見つけてやってくれてるんだよみたいに言ってたよ。あのアカウントが多分戦闘校とか。俺らそんな来てんの。いろんなアイテムやってくれてるの。そう、いろんなアイテムやってくれてたりするんで、まあ気になる人はそれとか見ると、多分俺もいちいちどこのブランドですとかできないから。確かに。そういうふうにまとめてくれるとね、分かりやすいんで、ちょっと気になる方は見てみてください。よろしくお願いします。お願いします。さあ、改めて第3弾ヒューガ編でしたけれども、
どうでした？めっちゃ楽しかったです。あ、うん、なんか新しいヒューガくんをコーディネートできる感じのアイテムいっぱいゲットしたので、スタイリングこれから組んでテレビとか YouTube 楽しみにしてもらえたら嬉しいなと思います。喋り上手くなったよね。うん、そう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 、上手くなったよね、うん、ありがとうございます。 YouTube もやってますもんね、うん、最近は僕たちみたいな野外広告バンバンね、ちょっとびっくりびっくり、渋谷にどん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 、俺らよりでかいんじゃないかって、でかすぎた。しかも一人で写ってるからすごいでかく見える。俺ら5人で写ってるからさ、やっぱ一人一人小さく見える。何の広告だっけ今流れてるのは？ロレア、髪の毛ヘアケア。うん、 TikTok とかでも広告で流れてる。流れてる、止まんないっすよ。でアンバサダーだったんだっけ。あ、それこそロレアで主役。おはん、よし、ロレアルパレットのアンバサダーすごいやばいじゃん。じゃあヘアケアのやつ送る。うっしうわいいな、アンバサダーってそういうこともできんの。俺もすごい、俺もいいな。だからヒューガもロレアルのアンバサダーになりたいってことで。それはむずい。それはむずい。ロレアルパリ作りし、ありがとう。いないからね、アンバサダーは。いないよ。いないもん。いや、俺もエスプリドパリのアンバサダーしたいな。エスプリドパリケーキ屋さんでしょ、それ。三鷹にある。世界一のモンブラン。美味しい。美味しいけど。あそこの。カドのとこ、エスプリドパリ。緑町吸ってる人爆笑だよ。あのモンブランのエスプリドパリね。行きたいけど、あそこも。いや、いいですね。あそこ行きたいですね。じゃあまあ次は第4弾になるわけですけど、ね、はい、大和雄太、うん、まあ、やる時期によって金額感も変わってきますから、まあ楽しみです、雄太くんのね。そうだね、第4弾もね、ぜひ熱望してるよという方高評価で示していただけると分かりやすいので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。そして冒頭でも言ったんですけれども、メンバーシップね、このドット頑張っているので、ぜひこの機会に一回こう入ってみて、動画見たりとかそのサービスをこう堪能してみて、なんかちょっと違ったなと思ったらこう抜けてもらって大丈夫。うん、ね、一回ね、これ一回入ってみないとメンバーシップが分かんないですから、ぜひ今日のこの機会にメンバーシップ登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画で、バイ。